つなぎ。まさか本当にここまで来るとは。伝説の極道ってのはこういうもんなのか。ゲームは終わりだ。取引に応じろ。まあいいだろう、約束だからな。俺は男気はないが仁義は守るよ。お前が欲しがっているファイルだ。早くその二人と1000億を渡せ。まあ焦るな。1000億なんて大金、そうそう簡単に運べるもんじゃない。そろそろここに届くはずだ。お待たせしました。お約束の現金1000億です。お前がヒドか。桐生一馬さんですね。こうしてお会いできるなんて光栄です。さあ役者は揃った。それじゃそろそろ取引に入ろう。ああ、物々交換としよう。まずは冴島靖子からだ。あんたはその場から動くんじゃない。木戸がそっちに行ったらその女と引き換えにそのファイルを木戸に手渡せ。ファイルの中身を確認したら冴島と1000億をここに置いたまま俺たちは帰る。分かった。さすがだな。こういう場でも動揺一つ見せないとは。まあいい、行け。ごめんね。ファイルを。大丈夫か。ごめんなさい、私が言うこと聞かなかったから。もういい。兄貴とは話せたのか。ええ、長い時間一緒に監禁されてたから。そうか。おめでたい奴らだ。まさか本当に生きてここから帰れると思っていたのか。カツラギ、起動、撃て。
こういうことです。葛城さん、俺が兄貴のことを裏切るとでも思ったんですか？兄貴、これを。さすが俺の兄弟分だ。よくやったな、木戸。桐生一馬さんですね。東条会柴田組金村興業若頭の荒井です。こうしてお目にかかれて光栄です。何ふざけたこと言ってんだお前。自分が何をしているのか分かってんのか。お前は今自分の兄弟を裏切ったんだぞ。それがどんなことか分かってんのか。ええ、分かってます。十分なほどにね。おい、荒井、東条会はお前に渡さねえ。何があろうと俺が食い止めてやる。いいな。遅すぎるんですよ。あなたはいつも遅すぎる。だからこうなるんです。それじゃ。お兄ちゃん。くっ、ヤツコ、早せ。まだヤツが生きとる。カズラギ、ねえ。よくわかったな。25年前よりは利口になったじゃねえか。なんやと。結局お前は誰一人殺せなかった。最低のヒットマンのくせにな。笹井もかわいそうだな。お前みたいな間抜けな子分を持って。うわ、会えたわ。お前のようなカス殺す気もせん。一生そこで寝てろや。安子、おい、安子、
ヤスコ！ちょっと待っててね。ヤスコ、おい、お前何してんねん。おい、なんだお前は。お父さんの無念を晴らすため私に託されたものだったのね。おい、何してんねん。来ないで。ありがとう、お兄ちゃん。たった一日だったけど、お兄ちゃんと話せて嬉しかった。ヤスコ、お兄ちゃんは無実よ。でも私はたくさん人を殺してしまった。だから私にやらせて。やめろ。こんな形でしか恩返しできない私を許して。ヤスコ！おい、ヤスコ？ヤスコ！返事してくれや！おい！ごめん。ヤスコ、ヤスコ、おい！